はい、たけし農場です。ネット通販でね、買いました。ネックストラップか。これからね、交換したいと思います。でね、以前ね、同じメーカーのベージュ色買いました。で、長い間使ってると、ちょっとこの首の部分ですね、この部分が結構汚くなっちゃうんだよね。で、もうちょっと早く洗えばよかったんですが、洗濯機で洗濯したんですけど、あまり綺麗になりませんでした。まあこの部分はね、まあ外から見えないんで汚いまま使っててもいいんですけど、まあそれもね、どうかなっていうことで、今回交換しちゃいます。で、この接続部分ですね、ここから切り離します。よっこいしょ。はい。で、これ、このなんて言うんだろうこれなんていうか名前わかんないんですけど、これがあればね、他にも使えますんで名前が出てこないはい、これはもう捨てずにね、ちょっと持ってます。はい。で、今回ね、買いました。ちょっと派手い色のピンク、よっこいしょ。まあ嫁にね、なんか言われるんだろうけど、はい。ピンクを使います。で、この上の部分ですね、この部分はこのままにします。これもね、いずれは切れちゃうんですが、まあ切れるまで使ってもいいかなと。で、切れたらね、これ取っておけば後で使えますんで、これを外してこちらに付け替えると、よっこいしょ、よいしょ、よっこいしょ。はい。ちょっと見えないよね。はい。よっこいしょ。はい。これで終了ですね。で、長さはもう最初から長めに調整しちゃいます。マックス長くしちゃおうかな。あ、これ逆だ。短くしちゃった。逆。マックス長めにしちゃいます。よっこいしょ。これをよいしょ。これでマックス長め。ああ、また長くなるな。よいしょ。これでよいしょ。これでここを引っ張れば、これでマックス長めだよね。もうちょい引っ張れるのか。よいしょ。よいしょ。よっこいしょ。マックス長め。ちょっと待ってくださいね。今こっちで やります。映るようにしてやるって結構ポジションきついんだよね。あ、逆だ。逆やっちゃった。よいしょ。これをぎゅーっと引っ張って、よいしょ。ぎゅーっと引っ張って、よいしょ。これをぎゅーっと引っ張って、こんなので苦労してるもんね。まあ、これも余興ということで。よいしょ。だいぶ長くなってきましたけどね。もうちょいだな。あと10センチぐらい短くできるな。よいしょ。これね、なかなかカメラから見えるようにやるって難しいんだよね。はい。これでマックス長く なりましたね。これがぐーっと来て、ぐーっと来て、ぐーっと来て、よいしょ。ぐーっと来て、ぐーっと来て、はい、いいで、これぐるっと一周して、よいしょ。ここに、よいしょ。はい、ここにつながると。よいしょ。よいしょ。あれ。よいしょ。はい、来た。
はい、これでね、はい、ループになりましたので、はい、これで一回りしたかな。こんな感じでね、ここに首を当てれば、ポケット、戦闘服のね、下の方のポケットにでもね入っちゃいますんでね、結構たけし農場これ長くないと使いにくいんですよ。ただ言えることは、これ多分工場なんかでこれしてますと、万が一ねこういう紐が引っかかった時に首吊り状態になるんで、これは使うなと言われちゃうと思います。普通はね、ここに何て言うんだろうね、プラスチックがでぐちゅっとこう刺さるようになってね、負荷がかかると抜けるようになってるんですけどね、これはもう負荷かかっても抜けませんのでね、首吊り状態になる可能性はありますので、まあね、こう回転物の近くで仕事をやるとかね、農家の人なんかはちょっと気をつけないとね、例えば、まあこんなことやんないと思うけど、ロータリーを回しっぱなしでね、中ロータリーの調整するなんていう時にね、万が一このストラップ、ロータリーの回転部分にね巻き込まれますと首吊りになっちゃうんでねまあそれだけはね、自己責任でやってください。はい、これ、どうやってもね、抜けませんので、どこ引っ張っても抜けませんので、首吊り状態になりますんでねまあこの紐だったらどうだろう、切れないような、でもな、今の化繊入ってますからね、結構丈夫なんでね、このくらいの紐でももしかすると窒息死なんていう最悪のパターンもありますんでね、まあ使うときはちょっと気をつけてください。よいしょ。はい、そういうことでね、新しいネックストラップ、ピンクにね、交換しました。はい、お付き合いありがとうございました。よっこいしょ。